はいこんにちは心理学をもっと身近に学術系コンサルティングのセカンダリー幼いでございます、えー、この動画は弊社の心理学概論勉強会という講座の内容を毎回5分程度で少しずつお話しするものです 心理学の各種試験の対策や教養のためなどにお役立てください。よろしくお願いいたします。えー、ということでですね、まあ、あの前回、えー、愛着という概念をご紹介した際にボールビーという名前が出てきましたけれども、そのボールビーのご紹介です。えーとまあ、イギリスの児童精神医学者というふうに、まあ、言うことができるかなと思います。で愛着理論の、えー、創始者、えー、提唱者でございます。でですねまあ、ホスピタリズム えー、もうこれも何回か前にご紹介しましたけれども。